安城城。安城城は、三河国壁海軍安城。現在の愛知県安城市安城町にあった、日本の城。絶城大地の先端に位置し周囲を森と深谷に囲まれていて、その内側に土塁や堀があり、天守を持たない平山城だった。室町時代中期に築城をされ、小田市、今川市、松平市との間で、激しい戦闘が繰り広げられた。 岡崎漁師記に、安城森城、三河国二要衝に、安、城古城、雲城森、という記載があるが、徳川の同時代史料、家忠日記や奥坊の三河物語には、別名の森城なる記載はない。完成へ収む家夏府では、安城城とある。現在では、木、塚、切り岸、堀、一部狂わなどが残るだけとなっている。本丸は、大長寺、 二の丸は、八幡社、三の丸は、大乗寺の裏手あたりになる。また、徳川最古山の三河安城の七五府大の発祥の地でもある。三河安城の七五府大とは、堺西門の城、大久保、本田、安倍、石川、青山、上村、または、堺、大久保、本田、大塚、坂酒木原、平、上村を指す、流栄飛館。信長後期に、 三河のうち安城と友城と記載される。小田氏が保有していた時代には、三河進出の画城となった。永京十二年、1440年、三河国壁海軍周辺を支配していた和田氏、畠山氏の一族と言われるのは田新兵が、築城したとされる安城城追記以前は、西隣の安城古城が、本拠地になっていた。追記当初は館であった。 その後文明三年、1471年、三河国岩津城、岡崎市、岩津町主の松平信光が城の近くで祭りがあると噂を立たせ、それを知った城の者は皆祭りだと興奮し祭りに行ってしまったとされる。そして城に人がいなくなったのを見計らって、無欠落城させた。以後四代、松平氏の居城となる。この四代の間を安城松平氏と呼ぶ。 東照宮五三木巻一には、畑山蚊が守る坊が安城の城を攻め抜かれ、と記載されている。新編流栄続秘間、十二巻、葵の御門内湯によると、松平の光が、文明十一年七月十五日、千四百七九年八月二日の安城城攻めの時、堺井氏の祖である堺井地柿よに、三葵の葉の家門を与えたという、その後、文気元年、 1501年9月、松平長近の時に、今川法大将の北条総運と岩月の城下の岩月城下にて、合戦勝利、先人の堺井え門の城、氏、ただし、入道清志県の働きを、明らし、信仰が与えた三津青いの堺氏の家門を、奉還してもらい、徳川家の家門となったという。これ以後、堺氏は、青い門に似た宝月、 型紙の家門となったという。大英四年、1五百二十四年、四代目の松平、清康は、岡崎城を取得し、松平市の拠点を岡崎に移したが、安城城も安城松、平家、徳川本家の重要拠点であり続けた。徳川三木によれば、御美はなお安城におわしける。とある。しかし、天文四年、千五百三十五年に、清康が、 家臣に殺され森山崩れが起こると、京氏、広忠を、一族の松平信貞、広忠の王子が、岡崎城から追放し実権を握るが、翌天文六年、1536年に、信貞が岡崎城を退去したため、広忠が再入城する。その後、信貞は許される。しかし、三河の諸豪族が、相次いで離反し、一族からも無本が起こるなど、 松平氏は弱体化し、天文九年1540年、松平氏が弱体化したこの期に、尾張国小渡城主、織田信秀が安城城を攻撃し落城させ、城代に織田信広を置いた第一次安城合戦。また、信秀の攻撃は失敗したという遺説もあり、その説によると、天文十三年1544年8月に、もう一度、 織田里衆に攻撃させるも失敗し、翌月、織田信秀が三度目の攻撃をして落城させたとされる、二次、安城合戦天文十四年、千五百四十五年、広忠は安城城を奪還するために出陣する。家臣は、長期はないとして、攻撃の中止を進言するが、広忠は、聞き入れず、戦いを挑む。しかし、織田勢の強撃に相対敗。 広忠の命も危うくなったが、本ン忠タをはじめとする家臣の奮戦によって、岡崎に逃げることができた、忠ダは、広忠の身代わりになって討ち死にした。この戦いに敗北したことによって、松平氏の弱体化は、決定的なものとなる、上記の説が正しければ、第三次安城合戦そうでなければ、第二次安城合戦。天文16年、1547年。 織田氏の討伐軍が進攻し、それに耐えることができないと考えた広忠は、やむなく、今川氏に救援を求める。これに対し、今川氏の当主、今川義元は、人質として、竹千代、徳川家康を引き渡すことを要求する。広忠はこれを受諾し、竹千代を駿府に送るが途中で、戸田康光に拉致され、終わりの織田氏に裏手しまう。しかし、これによって、 松平氏は、今川氏の参加に組み込まれることとなる。そして、天文十八年、1549年に広忠は、病死する。これに対する今川氏の対応は素早く、同年三月に、大元節祭率いる二万の大軍が、安城城を攻め落城寸前まで追い詰めるも、城兵の奮戦によって失敗するが、第四次あるいは、第三次安城合戦、同年十一月八日、 十一月二十六日から九日、十一月二十七日にかけて、再び攻撃し落城させる、第四次あるいは、第五次安城合戦。劉英機関の、牧野三んには、徳川家康の奥義の大馬印は、天文十八年、1549年の安城城攻めの時に、内地にした、本田忠隆に由来するという、その子の忠勝が継承し、文禄二年、 1592年に、家康の書紋で馬印にしたとある。この時、上代の織田信弘を捕獲し、織田家に奪われた竹千代と人質交換をする。今川氏は安城城を攻略した後、岡崎城にも、上代を派遣し三川国のほとんどを乗っ取ることに、成功した。この後、今川義元が、桶狭間の戦いで押しし、松平氏は、独立し、織田氏との間に、 清須同盟が締結されたことで安城城の前線としての価値が薄れ、A65 年1562年頃廃城される。その後、小牧、長久手の戦いの時にも兵が置かれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。